ペンブルックシャーはウェールズ南西部のプリンシパルエリア。ペンブルックシャーの主要な町人口が最も多いのはミルフォードヘイブンであるマーローズ半島ペンブルックシャーは海に面した州で西を大西洋、陸をケレディジョン、カーマーゼンシャーと接している。2001年の調査では人口は114,131人であった。 行政及び歴史的な州都はヘイバーフォードウエストで、その他に、ペンブルック、ペンブルックドック、ミルフォードヘイブン、フィッシュガード、テンビー、ソンダースフット、ナーバース、ニーランド、ニューポートがある。州西部のセントデイビッツーは、イギリス国内最小の市である。州最高地点は、フォーエル・クエムス・アーウィンである。州は 275km もの長い海岸線を、 持ち、重要な海鳥の繁殖地と、数多くの湾と砂室の海岸からなる。海岸のほとんどすべてが、ペンブルック海岸国立公園に含まれている。広大な入江と天然港は、ミルフォード平文港として知られ、深く沿岸に切り込み、東クレタウ川、西クレタウ川、クレスウェル川、カルー川の五流で形作られた。入江は、 ネイランドとペンブルックドックの間を通る A477 道の一部となっているクレッタウ橋によって橋渡しがされた。クレッタウ川上流の次の橋はヘイバーフォードオエストに架か,かるカナストン橋である。ニューポート湾、フィッシュガード湾、セントブライズ湾といった主要な湾がある。周辺岸には数多くの小島があり、面積が大きいのはラムゼー島、スコマー島、カルデイ島である。 州北部はプレセリ山地で標高の高い村が幅広く続き多くの戦死時代の遺跡がある。ここで採れるブルーストーンはストーンヘンジの建設に用いられた。州はどこも似通って平坦であり、土地のほとんどが乳牛飼育、西洋油菜といった農作物栽培に用いられている。1三十八年、ペンブルックシャーは辺境白として初代ペンブック ギルバート・ド・クレアが設立した。長きにわたって、主として英語話者の多い南部と、主としてウェールズ語話者の多い北部との間で裂かれてきた。1536年のウェールズ統合法が、州をハンドレットに分割した。ノルマイ・コンクエスト以前からあった古い細文は、カントレフのうちの一部修正を伴った。百三十六年のハンドレットは、キルゲラン、ケマス、 ディウィスランド、ルース、カーソルマーティン、ナーバース、ダングレディであった。州内の主要な街はバスと鉄道サービスがよく整備されているが、さらに田舎では公共交通がわずかか全くないかである。ペンブルックシャー内には高速道が通っておらず、最も近い高速道はロンドンとサウスウェールズを結ぶ M4 でヘイワーフォードウェストの7 4トル東にある。 カーマーゼンシャーのポントエイブラハムで終点となる。セントクレアスからヘイバーフォードウエストへ向かう2車線の車道にされた A40 が整備されている。この道路はフィッシュガードにあるフェリー港からの通行で絶え間なく使われ、南下してヘイバーフォードウエストへ向かい、セントクレアスで2車線の車道と出会う。セントクレアスからペンブルックドックへ走る A477 は、 長さ24マイルで一部に車線の車道となるのはわずか2マイルほどである。この道路はビジネスとペンブルックシャー観光とでひっきりなしに利用されており近年道路の改善がなされてきた。クレッタウ橋はクレッタウ川を越えてきたペンブルックシャーへと南ペンブルックシャーをつなぐ州内には3つの鉄道分線がある。終点はそれぞれフィッシュガードペンブルックドック ミルフォードヘイブンである。ペンブルックドック線、ミルフォードヘイブン線は、それぞれ1時間に2本あるが、フィッシュガード線は日にわずか2本しかない。ペンブルックシャーの主要産業は観光である。テンビート周辺地域は、多くの観光客を引きつけている。クレタウイリエの浅瀬は、石油と天然ガス工場、2つの石油生成所、2つの大規模液化天然ガスターミナル。 大規模ナショナルグリッド車交換センターがある。コンバインドサイクル発電所が1997年に閉鎖され2000年に廃止された旧ペンブルック火力発電所の跡地に建設が申請されている。ペンブルック社にある2つの石油生成所は以下のものである。液化天然ガスターミナルは川の北岸にあり、ミルフォードヘイブンのちょうど外側では建設中である。 そして2008年開業が予定されている。完成しているが議論を呼んでいるパイプラインが多くの田舎の農場や田園地帯を通り抜けている。液化天然ガスターミナルはイギリスのおよそ40%を供給する予定である。ペンブルックシャーの穏やかな気候は特産の新ジャガイモがイギリス国内のどこよりも早く店頭に並ぶことで有名なように作物の栽培に適している。 ジャガイモのような高地の作物と同様に、乳牛の飼育、羊の飼育、牛肉生産、その他の作物生産が行われている。農業収入の加工が、その他の斬新な農業と観光関連の仕事への多様化を導いた。土地1 7 0 0トルからおよそ1 2 6 0トルが農業に用いられる。この土地の多数は高級的な草地で、 26%に作物が育てられる。ミルフォード平文周囲では、かつて大規模漁業工場があったが、今は大幅に減り、限られた商業漁業が続けられている。ペンブリックシャーの非公式機は、青地に黄色の十字を描いたものである。十字の中央は、赤と白のチューダーローズの乗った緑色の五角形がある。バラは四分門に分けられ、そして一末模様となっている。 中と外のバラは交互に赤白の門となっている。1888年地方自治法の下、選出された衆議会はペンブルックシャーの式裁判所の要素を引き継ぐよう始められた。これとペンブルックシャーの行政的州は1972年地方自治法の下で廃止され、ペンブルックシャーはディベドの新たな州の二つの地区を形成した。サウスペンブルックシャーと プレセリ・ペンブルックシャーである。分裂は、地元当局の要請においてなされた。1996年、1994年地方自治法の、元、ディベド州は選挙区の中で解体され、ペンブルックシャーは、単体のユニタリーとなった。ペンブルック城選とデイビーズ大聖堂ホワイトサンズ、米、ありがとうございます。